では大洲市の皆さんは伊方発電所で緊急事態が発生した場合どのように行動すればよいのでしょうか。大洲市内で伊方発電所から30キロ以内の UPZ にあるのはこのように旧大洲市の大川地区の一部を除いた全域と旧長浜町の青島を除いた全域となります。まず原子力災害時に大切なのは市の防災無線やテレビ、ラジオなどの情報に注意を払って落ち着いて行動することです。大洲市の UPZ 内の方は放射性物質が放出するまで避難する必要はありませんので、施設敷地緊急事態の段階では屋内退避の準備を実施し、その後全面緊急事態となった場合に屋内退避を実施していただくこととなります。屋内退避をすることで建物の気密性と遮蔽効果により放射線による影響の回避や軽減を図ることができます。万が一伊方発電所から放射性物質が放出された場合は、県などで放射線量を測定するモニタリング装置を大洲市内25箇所に整備し、リアルタイムで各地域の放射線量を監視していますので、これにより測定した放射線量が運用上の介入レベル OIL の基準を超えた場合に地域外へ避難するよう指示が出されます。なお避難指示対象地域外の方は引き続き屋内退避していただくこととなりますので、 UPZ にお住まいの方全員が一斉に避難するわけではありません。大洲市の UPZ の方はお住まいの地域によって松山市または大洲市内の30キロ圏外に避難していただくこととなっています。ここでは松山市の避難所までの避難の流れについて説明します。避難指示が出された地域の方は徒歩や自家用車などであらかじめ指定された学校や公民館などの一時集結所に集まってください。国から安定用素材を配布または服用するよう指示があった場合は原則一時集結所で配布されます。次に一時集結所から避難経由所に移動することとなります。例えば若宮地域の方であれば一時集結所は北小学校で、避難経由所は県総合運動公園となります。避難経由所へ向かう途中で放射性物質による汚染がないことを確認するため内子パーキングエリアまたは伊予灘サービスエリアで避難待機時検査を受けていただきます。避難経由所に着いたら受付や問診などの後、自家用車やバスなどによって指示された避難施設へ移動していただきます。ご覧のようにお住まいの地域ごとにあらかじめ一時集結所、避難経由所、避難先が決められており、ホームページなどで避難計画が公開されておりますので、皆さんご自身がどこへ避難すればよいのか事前に確認しておきましょう。以上が大洲市の方の避難手順です。伊方発電所では重大事故が起きないよう何重にも安全対策が取られています。そして万が一事故が起こったとしても、それを拡大させないようにさまざまな対策が講じられているとともに、避難計画に沿って住民の皆さんに安全に避難していただく体制が取られているのですね。皆さんもこの DVD を通じて万が一の原子力災害時にも落ち着いて行動できるようになりましたね。今後も防災訓練に参加して避難の手順を確認するなど、もしもの時に備えて自らが、そして周囲の方と協力して冷静に行動できるよう心がけてくださいね。